ワンダースクールを見ている皆さん、こんにちは。クライミングコーチの伊藤です。今日はクライミングの基本を教えていきます。みんなで覚えて楽しくチャレンジしていきましょう。スポーツクライミングにはボルダリング、リード、スピードの3つの種目があります。それぞれの種目を教えていきます。ボルダリングは3メーターから5メートルほどの壁に用意されたコースを制限時間内にいくつ登れるかを競う種目です。与えられた課題数のうち完登もしくはゾーンの数を競います。同じ成績の選手がいた場合、トライした回数が少ない選手が上の成績になります。リードは高さ12メーター以上の壁をどこまで登れるかを競う種目です。この種目はロープを使いながら行います。持久力がとても大事になってきます。3つ目はスピードです。スピードは15メートルの壁をどれだけ速く登れるかを競う種目です。スポーツクライミングは初心者から上級者まで楽しめます。次回からは手軽に始められるボルダリングを教えていきます。